はい、え今日もですねちょっとタイトルはすいませんトラックの運転手さんのタイトルなんですけども、はい、えー、まあねまあ我々我,我々って言っていいと思うんですけどもえー、我々ってあのあの 言われたら嫌だっていう方はねもうすぐ動画を切ってくださいね動画を切ってくださいはい、えー、この広大なねインターネットはい、えー、わざわざね、えー、このバカなね私の動画を見る必要ないと思うんですねはい、えー、よろしいでしょうかはいよろしいでしょうかねインターネットというのは広大でございましてねもうこのまあ 宇宙はないって言ってる人もねどんどん増えてるんですけども、ね、宇宙はない宇宙はないんだ、ね、宇宙は物質ではいけないっていうね話がねいっぱい載ってましてですねよろしいでしょうかはい載ってるんでね私が言ってるわけじゃないんですねはい「何を言ってんの?」ってね、えー「何を言ってんの?」って、えー「バカなこと言ってないで」ってね そのバカなことがねいっぱい載ってんですよインターネットは広大でね。はいえー、ねまあ私もねどれだけのことをね自分がどれくらい知ってんのかねそれはもう本当に分かりませんけれどもね、えー、とにかく情報は求めているということで毎日毎日ね、えー、見ていろいろ見ております。はい えー、はい東京では美貌人は死ぬこともできないんですが9万円ないと仮装してもらえないんですがはいこれ記事作りましたねはい台湾、えー、ピュアラブさんのね、えー、これ門田夏美選手でいいんでしょうかねなんかこのね、えー、これが出てきたんでバブルファスはい。まあこれ格闘技のこととかはねちょっとこれぐらぐらしますねこれ買ってきますねこれ百円ショップでね、えー、もうね、はい トリプルドリなもんですからね、はいはい、オリンピックの話が出てきましたねロスチェルドイルミナティねイルミナティっていうのはちゃんとありますんでねロあのフリーメーソンね、はい、えモーツァルトフリーメーソンですねモーツァルトフリーメーソン、はい、えモーツァルトの曲でレプティリアンっていう曲があります、はい、レプティリアンっていうのは何かっていうとまあ宇宙人ですねそういうの調べてください、はい、何言ってんのバカなことってね はい、あのロモーチャルトが言ってるんだからね、はい、あの調べてください、はい、オリンピックはちょめちょめとオリンピックはちょめちょめとねこれはもう、ね、2012年ロンドンオリンピックですけども、えー、その前の、ね、バルセロナオリンピックの記事も私はやってます、はいはい、撮っております、はい、私がやってるわけじゃないですね私がやってるわけじゃないです何でもね はいいよろしいでしでょうた、ねはい、だか私は集めてるだけなんでね長い間ねもう長い間ね集めてきてるんですよねでこの「ベージ人ノートと、ね」と「ねライド・ブードワン」にもういっぱい書いてありますねはいよろしいですかね。私が集めてるだけです、はいでえー、ね、えー、それと共通点を探してるとね同じことを言ってる人がどれだけいるかなっていう共通点を探してます。はい はい、えーえー、最近よく言ってるのはねあの自然の法則チャンネルさんっていう自然の法,法則チャンネルさん健吾先生はい、えー、この方がね本当に誠実な方でねえー、えー、信頼していいと思いますけれどもはい、えー、その、うん、まあ健吾先生の内容は、まあ、私的にはですね「まあ、南へアシュタルレディオ」とね まあ,まあ同じではないけどね言葉は違いますけどね、まあ、内容はまあそれに近いんじゃないかなっていう感じがしてますけれどもはい、はい、まあそのね「みなみえあるレディオ」嫌な人もいると思いますね健吾先生自然の法則チャンネルね、えー、見てください、はいえー、そしてですね「まあ、量子力学」っていうのがありますけれどもねこれもちょっとね入れとかないとね毎度毎度ね はいえー、最小単位の粒ですね最小単位の粒っていうものがですね、えーまあ、17種類と、えー、さんにねインターネットに載ってます、はいえー、その信憑性はね私にはわからないですけれどもまあその、まあ、原子陽子電子、えー、素粒子、うん、あのそういう粒ですね分子とかねあるいは元素っていう言葉もありますね元素っていうね えーまあ、つまり人間っていうのはもうほとんど水でできてますしねあのー、だからね、あのー、これを聞いてくださったあなた様はね水なんですね水なんですねで水っていうものをさらにだからこの素粒子っていうね最小単位の粒まで、えー、分析していくということでですね、はい、よろしいでしょうかねうん当たり前のことですよねはい。 難しいい話でででももないですね、はい、そしてその最小単位の17種類の素粒子っていうもので全ての物質はできているとでこの地球上のね物質っていうを言われるものをですね、はい、だからまあ水同士戦ってねえ水同士ね苦しめあってね、えー、私もその一員でございますね。はい、で、えー「ワンネス」っていう言葉が出てきますね。はい アカシックレコードっていう言葉があります。はい、いろいろありますね。ハイヤーセリフっていう言葉があります。はい。えー、そういうことはね、もう何がどうなのかね、どうなのか、私には分かりませんけれども、えー、ね、モーツァルトもうそれともういろいろ教えてくれてるしね。もうそれではフリーメイソンね。フリーメイソンは東京タワーの下にありますね。はい。えー、ちゃんとあります。ツインタワーもあります。はい。イルミナティはあるのかな。 イルミナティーツイッターあるか分かりませんけどねまあないかもないと思いますねイルミナティーとは超富裕層ね超富裕層通貨発行権通貨発行権に準ずるものねまあ宗教とかねえ宗教っていうのは無限の富が集まります無限のね、うん、みんなお金をあげちゃうからね、うん、だからあの誰かにお金ってねあげなくていいと思うんですよね、うん、あげなくていいと思うんで うん、だから本当に必要なものだだけ買えばね、うん、だからこれ,これは私100円ショップ、まあ、ダ,イダイソーさんが主流かなえダイソーさんねダイソーっていうのはあの創価学会ね創価学会創価学会創価学会ねえこのグーグル YouTube も創価学会 USA っていうのがね支配してるっていうのがね、まあ、創価学会 USA だけじゃないですけれどもそういうのが、えー、インターネットに載っております。はいはい えー、もちろん宗教っていうのは創価学会だけじゃありませんので一番強いのは何でしょうかね、はい、そういうのをね調べていただいたらねいいと思います、はいまあ、そういうね無限の富を持ってる方々がね、えーまあ、こうどんどん株式をね、えー、どん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 買っていくと、はい、小林製薬さんね話題ですけどももう乗っ取られたみたいですね、えー、無限の富を持ってんだから、うん、会社なんて何個でも買えるわけですねはいはい。はい だからそういう中でねあの株をやるとか FX をやるとかね、あのーうん、意味ないんですよ、うん、無限の富を持ってる人がいるわけですからね人ですねこれはね、うん、それで誰かは私は、うん、まあ有名なのは、ね、ロスチャイルドさんとかねロックフェラーさんとかね、うん、そういう名前はよく出てる、ね、デュポンとかね何、えー、ですかねあのあいっぱい載ってますからねあ、まあ、天皇家もそうでしょうね。うん まあでも天皇家はねあのなんかこの間ズボンをねあの裏側にねそれ一生懸命私ねあの宣伝してんですけどまあ広がんないですねズボンを後ろ前に履くってねこれはあのー、日本の政治家のね閣僚もねあのー、やってますからねもうそのしょっちゅう出てくるからね。うん 大谷,選手大谷選手もやってみたみいですね <laughs> だから、うん、あのがっかりじゃないですかね、うん、大谷選手ねもうヒーローかと思ってたらね、うん、だから野球もどこまで何がどうできるのかそれは私には分からないけれども、ねまあ、それはあのあの追求してくださいあのねあの野球好きな方ね、はいはいえー、このぐらいでねあの伝わったと思うんですけどねいろいろね。 はいそれで、えー、河野太郎これはあのこれももう知ってたんで、えー、別につ作んなかったけども、まあ、最近よく出てくるんで作りましたこれページねエモン門堀エモ <laughs> 門さん話題ですね、はい、港区女子の飲み会ねはいこれはねあもうどくだらないかどうでもいいんですけどねはい消防団首になりましたはいこれが、ね、昨日一昨日か昨日か分かんないけど話,話題ですね はい、えー、ロシアの外務省ねはいこれねはい、えー、昨日ローガー喋りましたねはいはいあのねあの全、ー、身ちょムちょムね全身チョムチョムはいはいはいこれ今日これこれ,これを開いてみますあこれをね敗者に殺されるね敗者に殺されるこれはもう頑張っていきますこのねあの奈良原千里さんっていう方ねこれもうずっと前からね。 もう超話題で、ああどっか私ページ作ってあったと思ったんですけども熊本大学ねはいはい、えー、そういうことでですね、えー、はい、えー、そういうことでねはい、えー、その他ねこうやて、ね、あて「万博の駐車場代七千五百円ね」「はい、はい、マイナンバーカード五百万人流出」まあこれもね別にもうね五百万人どころじゃないでしょうねこれの <laughs> どころじゃないでしょうね。 作って方ね、作って方全員ですよ、うん。ね、で、厚生労働省は九十五パーセント、九十百パーセント、誰も作ってない、ね。自衛隊は九十七パーセントの方がマイナンバーカード作ってません。はい、そういう記事が出てます。はい、出てますね。はい、はいえー、そういう記事が出てるんですね。はい、調べてくださいね、はい。はい、何でもかんでも調べてくださいね。はい、もう情報をね、取りまくってくださいね。はい、ツイッターを見てないとやばいと思いますよ。本当にね。 はいえー、それでこの保育士さんの給料ね、はいえー、これをちょっとね今日どうなってるかね、えー、これページ作って働いてるのもはいはいはい、えー、生活保護で40万ね、えー、それをここにね、はい、40万ねこれねこれね,これね,これね別に嘘ついてないですよね私ね、はい、嘘ついてないですよね載ってんところ YouTube にちゃんとね咲いてますねはね、い、50万っていうのも載ってますね。<laughs> そんな中で、えー、この保育士さんのお給料は、えー、127724手取りねこれフルタイムだと思いますよフルタイムねまあお子さん最初からね最後までねあの1日の、えー、それをまあね、まあ、週休2日だとしてね、えー、週休2日とねまあ祭日とね、うん、どうなんですか、ね、保育園とかね、うん、幼稚園とかね まあこれはそういう方々に聞いてください。はいね、これ嘘じゃないと思うかね。はいこれを今クリックするとはい。はいそれは事件を起こすわっていうね。はいはい、ね起こしますよねこれね。<laughs> 頭くるよねこれね。12万7,724円ね。はいあ千 昨日ね私最初見た時に591万だったのが1720万ですね今ねまだまだ伸びてますねこれはね、えー、1分間に1万ぐらい上がるのかな今んとこね、うん、どうですかね、はいえー、これちょっとね注目ねしばらくね1720万までいきましたあそれからねこの911911ね911911がね何でかまた急にねこれ話題でね えー、もうもう何だこれ世界中で世界中ですからねもうすごいことになってますよこれねなんでかね、うん、急にまたね <laughs>、うん、別に今更なんだけどなん,なんだろうね今度、うんうん、チャンネルズーがねもうずーっとやってきたんだねチャンネル ZOO ねえチャンネル ZOO を見てくださいね33と911ね何でも33と911になっちゃうんですよ、はい、34と912とかね 35と913とかにはならないんですねはいこれ不思議ですねはい、はい、だから私見見てたんですよずっと長い間ね、うん、あと小島一郎 JL ファンさんね小島一郎 JL ファンさんねもう1円もお金集めてないからね1円もお金集めてないですからね私トップにやってますよねつくいやまゆり園ねもうずっと Twitter でもやってますねつくいやまゆり園ねつくいやまゆり園つくいやまゆり園ね 「あのファブル」っていう漫画を見ると分かりますからね「ファブル」っていうね「うん、あのファブルっていうねあのゴルゴー13」より強い人ね「ゴルゴー13」より強い人ねあの無理なんですよあの50分間でね45人とかね、うん、無理じゃないですかだってね、うん、広いんだからねあのそういう施設っていうのはねか、まあ、実際見たことないから分かんないですけどね無理なんですよ、うんね、あの刃物でね。 無無理理なんでですよ <laughs> 無理でしょだからそれ「ファブル」っていう漫画見れば分かりますからね見てくださいね面白いからすごい面白いね、うん、あれはだからまあテレビ局ですけど、うん、ねあの、はい、えーねうん、えね、ー、えそういうことでねはい、えー、あの考えてくださいねいろいろねいろいろ考えてくださいね、うん、考えた方がいいと思いますねうん。 あれなんかこの世の中おかしくないかなとかね、うん、何でもいいですけどねはい、はいまあ、自然の法則チャンネル見るといいですねあ,あとね生活保護 YouTuber はたくさんいらっしゃいますけどねあの、寿久さんっていうね寿久さんね私はあこれどこでやってるかなあ,あこのページにねこのページに書いてありますね、えー、自動的にねあのこれがですね今の保育士のやつね働いたら疲れる部屋のね,あ,のねあ,のあとね西川秀樹さんっていうね 西川秀樹さんね、はいはいえー、西川秀樹さんと私の違うところはですね西川秀樹さんはね本当に素晴らしい方ですね、はい、本当にすごい方です、はい、もう本当にねもう元祖の人ですよね、うん、だからすごい、うんあのー、本当にね、うんうん、何がすごいってね、えー、本当にね、あのー、パワーがすごいねパワーが、うん、パワーがすごい。うん もう俺は誰にも負けないんだっていうね。うん、そういうね。別にあのー、喧嘩するとかじゃないですよ。うん、あのー、ね。うん、あのー、そしてまあ、頭はいいですけども、もうんそういうことじゃないんですよね。人間ってね。頭がいいとか悪いとかじゃないと思うんですよ。私はね。うん。やっぱり信念っていうかね。うん、そういうこと信念だな。信念っていう言葉でいいと思うんですよね。はいはい。 か私も私なりの信念があってこの長い間ね YouTube3 万本消えてもこうやってやっててね、えー、頑張ればね1万本ねこれで今今日ねこれ3本増えますのでね、はい、<laughs> えこの歌メインチャンネルはね1日10本しか今のところアップロードできないねあの9月18日でねペナルティー消えないとね、はい、そういう中でねあのずっと長い間ね YouTube は2012年から始めましたけどね、はい、そして、まあ、最初は音楽の話とかやってたんですけどもえまあね、えー、そしてね、うん、あの免疫とかねそういう話はねやってたんですよねずっとね、うん、あのアボトール先生ねこれよく有名な先生でね、うん、だからあの私はそういうのずっともう本当に、まあ、30代から知ってたんで、うんうん、そういうのね、うん、あの いいろろ見てたんですよ船井総研さんんとかね、うん、見てたんですよあの七田式のね七田式ってあるんですよそういう先生のやつとかね見てたんですよだからあのー、ねうんあのー、ああいうね病院とかねそういうのは行くことはねうんうんうんまあ歯医者さん行ってた時ね歯医者さんはい、行きましたねちょっとね、うん、歯医者さん良かったからね私のうん。 あのうんね、だけどそれ以外はね、うん、あの、うん、あ一回行ったことあるね一回食べ過ぎでね食べ過ぎで一回行ってね、あのー、行ってる間に治ったっていうね、うんはい、食べ過ぎでね本当に食べてたのでね、うん、だからあのそういうの分かってたんだけど、ね、子供が残すやつ全部食べてたからね。うん だからもったいないじゃないですか食べ物捨てるってね、うん、だからそれがね本当にまに、あ、その時はねまだ結婚してたんでね一、うん、回ありますね、うん、でも別に何か知ってもらう薬飲んだとかそういうことではないですけどねうん、はいえー、本当にね、うん、今はね本当にまに、あ、1日1回2回1日2回ですね2回、うん、1日2回ですね、うん ねはい食べてますねはい、うんはいえー、そういう感じでですね、えー、はいいろいろね、えーま、トラックの運転手さんに戻るんですけどもねあの本当にね我々庶民にとってね有害な物質をね、えー、一生懸命ね、ま、時間を削ってねあの働かれてね、うん、運んでるわけですねはい。 えー、別にねあのそれが好きだったらいいと思いますけどね、うん、いいと思います別にねあの、うん、だからあのお前何言ってんだってねそれねあの喧嘩してもしょうがないんでね、うん、これが西川秀樹さんの動画見てて出てきたからねちょっとわざとタイトルにするんですけどね、うん、本んにねあのそうじゃないですかね「有害な物質」っていうのね。 有害な物質ってっていいぱあるんですよこね,有害の物質ね人類人類というかね我々庶民にとってね、えー、有害な物質をね、えー、一生懸命運んでくださってねそして、まあ、我々庶民をね苦しめてくださってるんですね。はい、でそういうことをね、あのー、何にも考えたぶね多くの方がね考えてないと思うんですよ。はい <laughs> よろしいですかね、えー、間違ってたら訂正しますけどね間違ってたらねはい間違ってないと思いますねはいいろいろね有害物質ってねいっぱいありますんでね、うん、あのいろいろ調べてね、はい、水道水に農薬入ってますしねはい、えー、そねそれもういっぱい載ってますねペットボトルのね水もねもう相当よろしくないとね、うん、そうペットボトルね普通に売ってるやつね、うん そういう私もうずっと前からねあのやってますけどねあやってますけど集めてページをやってますけどねはいはい、はい、ぐらいでね、えー、その他もうね喋りきれないですけれどもねはいはいよろしいでしょうかねこれはね私のノートっていうね、えー、あのブログ、ね、ブログのあの ピッピピッピッツイッターピッピピピツイッターとか YouTube ピッ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 ピやってるだけですけどねはいはいどうもすいませんはいこれでもね保育士の方ね働くのかね12万7 0ねえんとにねやる気ないでしょこれねどんなに頑張ってもね12万7千円ですからねどんなに頑張ってどんだけ努力してもね もう何を一生懸命ねこのお子さんにねもう一生懸命やってもね22万7,720円ね、はい、もっと低い人もいっぱいいると思うしねちょっと高い人もいるかもしれないね、うん、でもまあまあまあ高くたってね、まあ、まあ1万円か2万円かね <laughs> わかんないですけどね、うん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 、そういうねあの状況でねあのー、ね えまあ、トラック業界もねいろいろかいろいろ聞きますけどね乗、はい、ってますけどね、はいはいえー、わざわざ私はそれ調べに行かないですけども、はいうんね、本当に人文の、ね、大,大切な、ね、人生の時間を、ね、削ってね、えー、大切じゃないですかね本当にだから運転好きならいいですけどね。うん ってやりたいいいことななのかなっていうかねうね、ん、もったいないじゃないですかねもったいないいななじゃないですかね、うんうん、漫画が好きだとかねアニメ見るのが好きだとかねゲームが好きだとかね何でもいいですよね私将棋好きだからね、うん、そうすると、ね、自分の持ってる能力っていうのがね、うん、あの好きなことやんないと出てこないですよね、うん、好きなことやんないとね。 嫌いいななことは一生懸命できないできすよね、うん、だけど好きなことを一生懸命やると人間っていうの能力が出てくるっていうかあとまあその自然の法則チャンネルさんね今あなたがやっている全ての行動全てですよ何もかも全てですよよろしいですか、はいえー、何もかも全て、はい、今やっているあなた様の行動はですね全てやらされているんですよっていう動画があります。はい えー、その他ねいろいろな面白いですからね、あのー、見ていただけてねはい私がおすすめの南ア明タあるレディオですねあと「ざっくりわかるさんざっくりわかるさん」さんね「通貨発行券ゲーム」っていうのがねな,なさってますね「通貨発行券」はい「通貨発行券、ね」ね、えー「通貨発行券、ね」ねはいあのー、宗教とかね、うん、通貨発行券に準ずることね「利権」とかねいろ、えー、んな言葉があると思いますけれどもはいはいどうもすいませんはい えー、なんか間違ってたらねはいはいあの意味のないコメントとかね、うん、あのそれやっても、ね、意味ないですからね、えー、私に何か言いたいことがあれば、えー、ちゃんと自分の正体を明かしてね、えー、お電話いただけたら、ね、0906109206を名刺を、ね、置いとけばいいんだよね,これねピアニストぴよぴよフェイスブックインスタグラムね あのー、無料通話ですからね、あのー、名刺あれ名刺をどかしちゃったんで、ね、09061092065ですね、はい、ホームページのねあの生演奏を楽,楽しむかにとこにも書いてあります、はいはい、あともフェイスブックね、はい、あのツイッターは見るだけです、はい、ツイッターもここに載せ,せてます毎度毎度全部ね、はいえー、リンクがね、あのー、メインチャンネル貼れないもんですからね あの言葉でやってますんでね。はい、言葉でね。はい、えー、まあ言霊っていうのもありますね。言霊ね。言霊はい。言霊、平井和正先生のね、えー、おしゃの話もいっぱいしてきました。はい、はいえー、もう喋りきれないですね。はい、どうもすみません。長くなりました。はい、はい、色々お調べいただけたらなと思います。はい、失礼します。